はい、それではね、開封したいと思います。よいしょと。はい、パッケージはね、こんな感じになってます。結構ね、ちょっと大きめだね、箱はね。はい、横はこんな感じね。はい、裏側はこんな感じね。はい、じゃあ開けたいと思います。よいしょと。ここからね、いいよ、よいしょ、ほっほっほっ。はい、こんな感じになってますね。で、ね、これが電源だね。これは、あ、こういうやつね、普通のね。よいしょと。はい、AC アダプターというやつです。これね、ちょっとね、ズームしてみようか。ウィーン。はい、9V の 1.2A の出力になってますね。PSC マークはついておりません。はい、でこれはなんだ、これは、あ、マイクだね。これマイク、マイク、これマイクがついてます。で、ね、よいしょ。最近あれだよね、こういう発泡白に入ってるやつって結構珍しいよね。はい、マニュアル、このマニュアルはどうなってるんだ。マニュアルは、あー、これはね、見やすいね。おきおき、ほら、文字がすごく大きくてめっちゃ見やすいね。どのように録音を再生しますかとかね、ペアリングの方法とかね。お、わかりやすい、すごく大きくて。やっぱね、こうでなくっちゃ。うん、これはいいね。見やすい、見やすい。はい、使いやすいです、これね。で、ちゃんと、アフターサービスもね、あるみたいだよ。はい。これなんだ、これね、あ、UHF か。これおそらくマイク、UHF 仕様なのかもしれない。これね、横になんかいろいろ書いてある。すごいね。はい、じゃあちょっと本体をね、出したいと思います。いいよ、いいよ、いいよ。はい、ちょっと待って、よいしょっとね。はい、まあ、しっかりがっつりと入ってるので、はい、やっと取り出すことができました、ね。うん、結構ね、重さはがっつりしてるよ。何キロぐらいあるかな。結構ガッチリしてるね。強化プラスチックって感じだね。横はすごいこう軽い、珍しいね、軽い。これはちょっと ローアングルにはちょっとできないね。ローアングルはちょっとできない。ちょっとローアングルにさせて、足をちょっと下げます。箱がすごい大きかったんで、ちょっとわざわざ三脚を一段上げたんだけど、まあ、中身が結構可愛らしかったんで、ちょっと想定外だったんでね。はい、足を一段下げました。通常のね、高さに戻しました。はい、こんな感じです。ちょっとカメラ下がろうか。もうちょっと位置変えた方がいいかな。ちょっと光がすごい反射しちゃうね、これね、うん。はい、こんな感じですね。じゃあちょっとズームする。じゃーん、ね。はい、まあ、これが質感だね。ここはもうなんかね、がっつりとしてる。もう丈夫、めちゃめちゃ丈夫、金属でね、うん、こんな感じで。スピーカーがね、見える、ほら、 ここのとこうっすらと見えにくいかな、ほらね、肉眼だとすっごいわかるけど、カメラだとちょっとわからないかもしれないけど、スピーカーがね、しっかりと見えます。いや、本当意地悪だね。肉眼だとがっつり見えるんだけど、カメラ通しちゃうと光が反射して見えないね、なかなかね、うん。これぐらいのスピーカーがね、がっつりとついてます。で、あとここにね、ツイッターがある、ここにね、うん。だから高音はここから出るんじゃないかな、おそらくね。で、この横はこれを取り付けてあるのに、多分おそらくこれなんかパッコ、こうなんか
パンって取れれば2時間なんか過ぎてるんじゃないかな、おそらく。でちょっとズームしすぎたかな。ここの穴、これなんだろうね、あれかな、ファンでもついてんのかな、なんだろうね、ほら穴開いてるね、びっくりだね。で滑り止め、足がね2つついてます。で上を見るとこう見た方がいいのかな、うん、よいしょ、はい、ここがこういうカットでこう斜めになってるので、まあ、ここはこう視認性がいいよね、見やすいよね。でここのちょっとこう金属パ、これがねカチッ、あ、これで、おお、 Bluetooth is waiting for a connection。 おお、なんかちょっと高級っぽい声してるね。で、あ、程よいテンションがかかってる、これで目いっぱいなのかな。あ、すごいすごい、あのでこれで勝ちでオフなんで、あ、これはね使いやすいね、直感で使いやすい。 DC9 ボルトって電源ここにあるの、え、あ、そうか、なんかあの変に引っ張ったりとか引っ掛けたりとかしないように一応ここのところにあるんだ。へえ、なんか珍しい仕様だね、びっくりしちゃった本当、うん、なかなかめったにないよね、こういうここのところに電源を挿すことができる、ね、ちょっと待っておじ、これ苦手なんだよこういうの、あの こういうきつい折り目になってるのね、こういうあの融通が効かない、あの中に細い硬い針金みたいになってるこういうケーブルっておじ嫌いなんだよ融通が効かないね、こういうほらちゃんとのこう伸びてくんないで、こういうケーブル嫌い。ただあのこれケーブルがね頼りなくて細くてちょっと安全性大丈夫かなっていうぐらいちょっと細いんだけど大丈夫、まあ、最近のやつってこういうのが入りなのかな、うん、ちょっとこう柔軟性がないケーブルなのでここはちょっとおじいの好みではないかな、うん、ほらこうかあの融通が効かないんだよねこういうケーブルってね、うん、じゃあ後ろパターンってやることを考えるとこうして刺してこうの方がいいのかな。これ刺したらでもここのマイクのボリュームとかちょっとやりにくくないのかな、ここにこんなのがあったら。やっぱり前からかな。あ、まあでもこれあれか、充電だから、あの充電して使うやつだから基本的にこれをつけてやらないから、まあ、いらないってことか結局。今充電がどれぐらいになってるのか分かんないけど、よいしょ、例えばこうやって充電したときは、お、今チャンネルってついたけどこれずっとつきっぱなしなのかな。あのチャンネルやってチャージっていう意味だね、チャージの CH がついてるんだね。充電中はおそらくこれがずっとついてるのかなと思いますね。充電中はこんな感じ。じゃあちょっと充電しながらここ見ていきましょうね。で先ほど言ったようにここがマイクのボリューム調整になってます、これがね、これがマイクで、ちょっとびっくりしたのがエコーがね、このエコーダイヤルって初めて見た、すげえな。でここにマイクを挿す、ここには AUX があるんだね、うん、これは出力なのか入力なのかね。でこれが再生ボタンで、あ、なんか全体的になんかこうちょっとこう左右に内側でなんかこう1個でつながってるのかな、うん、
おじいはちょっとこれ苦手なタイプなんだけど、つながってるのが。でも防水の関係考えるとこんな感じの作りになるんだろうね。1枚でスーッと再生停止、先送り、戻るね。でなんかこれ M だからなんだろうね、これね、モード切り替えってことだね。うん、でこれが録音なのかな、これで。マイクロ USB と USB を挿すことができるので、まあ、これで音楽再生ができるってことだね。まあ、おそらくもう単純で直感で使えるんじゃないかなと思います。はい、いやちょっとね充電してから実際使ってみましょう。あ、その前にね、これもう一個ね充電が必要なものがあります。これマイク、うん、このね今マイク見たらこれいいよ、これがねどうも充電して使うものらしいので、これほらヘッドセットっていうの、なのでこれはねタイプ B、 タイプ B だね、今の時代タイプ B なんだね、タイプ B なんだけど、これは充電して使うと思うので、であとプラスマイナスってあるので、まあ、音量調整ではないかなと思います。これね、でここが充電でしょ、でここで角度調整とかできるのかな、違うかな、角度調整はできないんだね。こっち側はこうやってできるけど、これはまあ引っ掛けるだけだから、まあ、角度調整はないっぽいです。じゃあケーブル入ってんのかな、ちょっと待ってね、あそこにさ、あそこにこう引っ掛かってるのが何かちょっと見てきます。よいしょ、これ、あ、これはあの USB の充電のやつだね。あれ、じゃあ USB ケーブル入ってるのかな。あ、入ってる。下に落っこってたね。はい、ケーブルが2つ入ってます。で、1個は 3.5 ミリのね、このケーブルだね、両側 AUX のやつ。で、これで、よいしょ。はい、これが、まあ、今時ちょっとあれだけどタイプ B のやつ、あのこの間視聴者さんに言われたばっかなんだよね、もうあのタイプ B っていうだけでなえるっつって、ね、まあ、おじいもどっちかというとそうなんだけど、ここはねタイプ C にちょっとアップデートしてほしいところだね。はい、これあのこうタイプ B をつけて、そしてこっち側がね2分の1の確率必ず外で、これでつけるとまた入らないんだよ。あ、入ったね。はい、で充電中はここが赤くなります、これね。はい、じゃあこれ両方とも充電します。はい、それではね実際に使ってみたいと思います。もうね、フル充電してきました。でこっちのヘッドセットのマイクの方もフル充電してきましたね。ね、まずはね、ここにスマートフォン用意したのでスマートフォンのペアリングからいきたいと思います。でまずはこれ電源はこれをカチッとやると、おお、 Bluetooth is waiting for a connection。 はい、このボリュームは変わらないんだね、あのベルルルルンってブラ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 っていうのはね。でピコピコしてるのでちょっとペアリングしてみましょう。で、あ、起動するのに時間かかってたね。Bluetooth で、Bluetooth をオンにして、で、これかな？これかな？スマートミュージックうんちゃらってこれかな？ H5。ちょっと勝手に誤作動しちゃうけど、あ、これだね。ここだね。この H5 ってやつだね。これね。うん、はい、今ペアリングしてます。でペアして、おお、来た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 、これで OK だね。結構音いいねこれ。でミュージックにして、よいしょ、
じゃあ音楽をねちょっと再生してみたいと思います。ノスタルジア、んどこ行ったかな、ノスあったあれだね、これはボリュームはどうなるんだろう、これダイヤルなんだけど連動するのかな、これって音来てないね、なんかピコピコ、こあ来た来た、最初ゼロになってるんだね、あ連動してる連動してる、パワー結構あるね、あのちょっと割れるけど、スリフになってるんだね、ここね、これなんだろうなと思ったんだけど、はい、音はねかなりいいのは分かったね、うん、それでこれがね拡声器なので、このマイクで、このマイクここがね電源のオンオフなんで、これをねカチッとで今こうなったけど、これはペアリングどうなるんだろう、これこのままいけんのかな、わわ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 、あ来た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 、おお、あっ近いとハーリングしちゃうけどよいしょ、わわ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 わ、こんなもんかな、これ結構ね、わ結構クリアだね、これカラオケにも使えるんじゃないので、なんていう の、 あのプロ用のマイクみたいにさ、結構近づけないと、今これめちゃめちゃ近づいて喋ってるんだけど、
ノイズが入りにくいやつだ、これ。すごくいいマイクだね。エコー、エコーちょっと上げてみるよ。うわ、うわ、うわ、あ、エコーが入っちゃう。これ普通にさ、カラオケマイクにもなるけど、ちょっとハウリングするね、これね。うわ、うわ、だ反対向けとかないと、ハウリングするんだよ。自由に変えられるんで、あんま大きくするとハウっちゃうけど、まあ、適度なところでこうやって BGM 程度にしておいて、であとマイクの音量ね、これどうなってんのかな、今こっちがおお、この音量とは関係なしに。今これが、今これが1にしたいんだけど、今これ1の、まあ、今 2がちゃってるけど、で今これでねマイクのボリュームをちょっとこう今思いっきり絞っていくね。でわわわわわで、この状態の時にこれ、このプラスマイナス、これがどうなるのか、この感度はね、これこっち側でちょっと見えないので分かんないんだけど、ここの感度上げると音量が変わるのかちょっと確認してみましょう。とね、わーわわわ、じゃあ今マイナスのボタンをね、マイナスをしていくよ、マイナスマイナスマイナス、わわわわわわ、あ、下がっていく、わわわわわわ、あ、下がるね、あ、下がる下がる。このマイクの感度と何が違うんだろう。 こっちの感度をちょっと待って、今プラスで上げていく、プラスを上げていくと、わわわわわ、あ、確かに上がっていく、わわで、この上げた状態でこっちを上げるとハウるけど、じゃあこっちをマイナスにして、わーわわわー、かなりもっと下げる、わわ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 わ、ちょっと待ってよ、わわわわわ、もう一個上げるよ、よ、わわわで、この状態でこっち上げたらどうなんだろう、わわわわ、あ、限界値が低いけどハウんないんで、うん、この法則が分かった。でこれでボリューム上げるとおそらくハウらない、これがね。音楽をオフにしてこれをわーっと上げると拡声器で、ね、あ、でもこれ以上上がらない、あ、ということは、このボリュームはあくまでも音楽に対してのボリュームで、このマイクのボリュームとは連動していないので、マイクはあくまでもこっち側の音量で、今このマックスになっているので、こっち側のプラスを上げていかないと声がこうやってね大きくなる。でちょっとハウるけど、うん、ここのところのバランス調整がしようってことだね。うん、わかりました。じゃあ一回ね、これはオフにします。はい、これね、あ、ちゃんとこれ穴だね、オンオフで喋って教えてくれるんだね。で今 Bluetooth のモードになってるんだけど、このシャオミはどうだっけ、 Bluetooth をオフにしたい場合は この画面からいかないといかないね、うん、はい、Bluetooth is disconnected。 じゃあ Bluetooth をね今オフにしました。でせっかくなんでここに USB があるので、ここに USB を挿します。これはあれかな、ボタンで切り替えるわけでもないし、挿せば自動的に行くのかな、そういうことかな。よ、 USB flash driver play in。 あ、自動認識かな。おー、この中に入っている音楽が再生が始まるんだね。
しか入ってないけど、でここで今一時停止することができて、でまたね、はい、一時停止と再生で今これ1曲しか入ってないんだけど、あの次の曲に進む戻るもできるってことだね。ラジオがね搭載するってことなんだけど、じゃあこれはもう指せば自動的に切り替わるのが分かりました。あとラジオ、ね、FM が入ってるらしいんだけど、それはちょっとマイクはオフにしてモード切り替えかな。 FM モード。人気者を飼うとしたら毎月いくらあったら飼えるのか、獣医の先生が書きました。え、今なんか 97. いくつだけど、そんえ 93.9 なんてあんの？今自動的に入ってんだけど、え、88.8 と 79.2 の K ミックスで、これなんだろう、これあれかな、 AM かな、え、なんだろう、これは休みさせてもらいましたが、送り先村上アットマーク JOQ 聞いてるね。一番左にやっちゃうとオフになっちゃうんだね。 Bluetooth is waiting for a connection. 分かった分かった、モード変更してるってことだね。 FM mode、まあ、これはいいけども、周波数切り替えは、あ、これで、あ、なるほどね、これで 88.8 だよ、8、もうちょっと88、あ、来た来た、落ちると短い、88、一回ボリューム絞りすぎちゃうとオフになっちゃうんだね。これ、 is waiting for a connection. これちょっとめんどくさいね、あの1とか2とか3にしたいときに行き過ぎると一回オフになっちゃう。これカチッてやったらオフになればいいのに、あの3210になったらまたタラララランタラララランからなる。これはすっごくめんどくさいね。Bluetooth is waiting for FM mode. はいはい。で、何度でも UHF mode。あ、でこれが UHF のマイクモードだね。Bluetooth is waiting for connection. はい。FM mode。で、でこれを今度は 79.2 の K ミックスにしたい場合はどうでしょう。一回押すと自動的に言ってくれるのかな。あ、107だから AM が入るのかな。あれ、あ、あれか、 79.2 まで下がんないのか、あのましたね、あ、一番静岡で一番 FM が聞ける K ミックスが入らないやつね。これはちょっとね、あの、あの日本向けにもうちょっと下まで入るようにしないと実用性は薄いかな、これはね、うん、AM がないからね、うん、UHF モード、はい、UHF ですということで、まあ一応一通りボリュームはね結構大きく出るっていうのが分かりましたね。で、ただマイクとかはあのちょっとはうっちゃうので調整がしようっていうのと、パワーは絞ると毎回あの一回電源オフになっちゃうのでめんどくさいっていうのが分かりましたね。で、まずは電源をね、入れる。それで BGM を流しながら何か喋りたい場合、もうほら SD カードが入ってると、ほらね、SD カードが入ってるとこうやってもう勝手に流れてくれるんで、ね、で BGM が大きいと何喋ってるか分かんないからね、まああんま大きくないように、広い会場だったらもっと大きくてもいいよね。そしてこれをねオンにします。はい、もうこれでね OK だよ。これでマイクのボリュームを上げていきます。あ、そうだ、あのね、これどっち側がプラスだっけ、うん、こっち側がプラスなんで、こことね合わせていかなきゃなんないけどね、
ここら辺がねマイクのボリュームが出てこないからこれが残念だね。今現状でどれぐらいの大きさのマイクになってるのかが全くわからない。よいしょ、これぐらいでいいかな。ねでね、まあ、声が大きいと結構遠くまで行くね。うん、まあ、こんな感じだね。多少ちょっと癖はあるんだけど使いこなそうと思えば使いこなせる